地域おこし協力隊の前川あかねです。今日は島勝浦に来てます。どうやら今日はブリがめっちゃ上がるっていうことを聞いたので、ちょっと市場に行ってその大量のブリを見に行ってみたいと思います。レッツゴー。すごい解体ショーだこれ。おはようございます。ちょっとすごいことやってるから見てってもいいですか？ブリ？今日ブリ上がったんですよね。ブリどうぞ。でっかい。お父さんさばいたんですか？さばいたの。いや怖い。さばきの名人。そうなんだ。わあすごい。いやでっかいね。これいつもこのぐらいのサイズ？そうやね、このぐらい多いね。でっかい。まだ大きいのもあるけど。うん。うわ。いらないとそこで。ワイルド。すごい。動いてるまだ。やだ、動いてる。すごい。え、これ今日何匹買ったんですか？今日は何匹やった？何本おろしたんやちゃん？6本やね。6本ぐらいおろしたね。じゃあお父さんは専属の解体師さんなので。みんなどうやって買ってるんですか？カゴ持って行って、で何か見せるの？株主が買える。株持っとる。あ、そうなんだ。じゃあもうカゴ持ってったらみんなボーンって、あ、後でお金払うんだ。へぇ、戻ってきた。お贅沢だな。贅沢やな。まだ市場やってんのかな。やってる。カゴ持ってきた来た。行ってこよう。出てきます。すごいやばいやばいやばい。ちょっとでかいでかいでかい。 手がこれこんな違うサイズが。いやー待って、すごい、すげー。おはようございます。やべー、すごい。ちょっと撮ってもいいですか？撮らせてもらいます。やばい。すごい量。待って、衝撃なんですけど。おはようございます。これでっかいと思って。すごいわ。でかい。入らないか。入らない。もうこれしかない。何キロ？12キロ。12キロ。これが大きいよ。あ、そうなんだ。これはまたどこに持っていくの？これは送るの。送るの？あ、どこに送るの？これは東京へ。あ、東京行くんだ。いいな。すごいよ。うわ
ってんだ。あやばい、もう全部あっちまでブリ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 。あと何が取れてんだろう。あれも違う魚、あれも違う魚。ヒラメ。でっかい。これ何ですか？え？これ何？これは人参。人参？人参？びっくり。人参っていうか漁師ジョーク。面白いなね。これ何？これイサギ。イサギ、イサギ。これは？アンコウ。あ、アンコウだ。見たことある。で、あとは何取れたんですか？あとはタイとか。タイとか？あとフグとか。あ、フグ？なんかそこら辺にあった大きめの。サワラ。サワラ？サワラ。あ、それ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 。サワラ。あ、サワラみたい。サワラ見たって。でっかい。サワラ。サワラしたってっていう。サワラ。サワラしたって。大きいよね、これ。大きいですよね。ちょっとあげられるの？すごい。これ何？石だい。石だい？惜しい。石だい。ブリ以外にも。え、何？ボラ？ボラ。あ、ボラとかアオリイカとかこんないっぱい取れました。今日はめっちゃ大量ですか？今年初めて。今年初？こんなに？やっと大量。やった。朝何時に出ていくんですか？もう一本は今5時ぐらいかな。5時ぐらいで今の時間まで。大変。この船何人ぐらい乗ってんですか？13人。あ、ここにいるのがじゃあ全員か。え、その2隻で行くんですか、いつも？あ、小さいのと大きいので行くんだ。あ、どっか行っちゃう。だから氷積む。また次の次の量の準備。え、また行くんですかこれから？今日行かないけどね。明日の、明日一番休みだから。うん、明後日水曜日また量あるかもしれないので。へえ。あの、また次の量に出る準備をしてるんですって。2日置くけど全然効率置けないらしいですよ、これ。これさばいてどうするんですか今これ？みんなが持って帰るの？あ、今日のおかず。YouTube 見とるで。ありがとうございます。今日はもうこれを取らなきゃと思って来たんですよ。いっぱい取れるって聞いたから。これ乗ってる人たちはみんな島勝に住んでる人なの？いやいや、島勝に住んでる人は一人よ。あ、一人だけ？うん、あの関連のある人はおるけど。うん。え、じゃあ皆さん普段どこにいるの？記憶町。あのどっか？と、大和製。あ、合わせも。すごい迫力。うわ、あんなので叩くんだ。斧。斧だ、斧。アラニ。アラニ？うまいだろうな。見てるだけでうまい、もう。アラニですって。もうアラニに見えてきた。アラニに見えてきた。完成形見えてきた。あそこの頭も食べるの？あ、頭、うまい子が。うまい。なんかあんまり見なさそうに見えるけど。目玉とか、目玉とか。あ、目玉とか。ブリ大根。あ、ブリ大根。なんだ、次から次へと。次水曜日出るんですもんね。そうやな。明日一番休みやね。うん、水曜日。頑張ってください。ありがとうございます。紀北町で行ってみてほしいところありますか？昔行ったことのある場所、ゆかりのある場所、お気に入りスポット、気になるお店や人、イベントなどなど、皆様のおすすめからピックアップして突撃していきます。ぜひコメント欄に書き込みお願いします。